はい、どうも、ごっぱちです。昨日体験した任天堂スイッチのカラオケジョイサウンド4任天堂スイッチについてお話をしたいと思います。僕は普段カラオケはしないんですけれども、一言感想言わせてもらうと、楽しいです。はい。で、歌だけではなくって、鉄道のカラオケがあって、例えばこんな感じになります。まもなく横浜です。JR 線、東急線、相鉄市営地下鉄線、みなとみらい線をご利用のお客様はお乗り換えください。横浜の次は京急川崎に停まります。途中駅の中木戸、神奈川新町、京急鶴見と京急鶴見をお乗り換えで鶴見市場八丁縄手においでのお客様はエアポート急行羽田空港行きを、その他の途中駅においでのお客様は普通品川駅をご利用ください。今度の8月8日土曜日、8月11日の土曜日で、最後8月18日の土曜日で、この日のですね、10時から19時59分までの10時間、このカラオケサービスの無料開放デーというのがあります。任天堂スイッチとネット回線があれば誰でも楽しめるようになっているので、ぜひぜひお試しいただければと思います。はい。で、このサービスをより楽しむために任天堂スイッチの設定やアイテムをいくつか私の方で紹介したいと思います。で、まず任天堂スイッチの設定なんですけど、Wi-Fi の通信設定、こちらを IEEE の 802.11AC に接続するように設定をしてください。で、これはご自宅に設置している Wi-Fi ルーターがこの IEEE802.11AC の規格に対応している必要があるんですが、この規格に対応しているルーターであればまずこの設定をしてください。これをすると通信速度が、まあ理論値ではあるんですけれども、通常の通信速度だいたい 54Mbps になるんですけれども、これが一気に 6.9Gbps にまで上がります。はい。で、この通信速度が速くなることでカラオケのデータをより早く取り込むことができるので、歌い出しのスタートが非常に早くできるようになります。で、もしこの規格に対応していないよっていう場合なんですけれども、その場合は任天堂スイッチ対応の有線 LAN アダプター、今私が手元に任天堂スイッチがあるんですけれども、それに接続しているのがこういう商品になります。で、ここにね、Wi-Fi ルーターから接続できる有線 LAN の接続するケーブルの端子がありますので、こちらとね、ご自宅のルーター LAN ケーブルで接続していただければと思います。で、任天堂スイッチ対応の有線 LAN のアダプターなんですけれども、家電量販店に行っていただくと購入できるようになっているんですけれども、こちらについては USB の規格が 2.0 と 3.0 の規格がどうも世の中にはあるようでして、で、迷わず 3.0 の方を選んでください。で、なぜかというと、任天堂スイッチが将来的に USB3.0 に対応するということを任天堂がアナウンスしているので、ぜひね、購入する際は迷わず USB2.0 ではなくて 3.0 の方を選んでください。ということで、任天堂
のですね、カラオケジョイサウンド4ニンテンドースイッチを体験しての感想と、あとそれに必要な設定やあと商品について紹介させていただきました。はい。で、任天堂スイッチに対応した有線 LAN のアダプターについては、今見ている動画のですね、本文にリンクが掲載しているので、ぜひそちらを確認していただければと思います。で、もし必要であれば購入等をご検討していただければと思います。では、この動画がとっても面白かったら、グッドボタン。で、ちょっとだけ面白かったら、バッドボタン。で、一言物申すということであれば、コメント欄に、コメント残していただけると幸いです。では、また。